文樹山は福井県福井市と鯖江市の境にある山。越前五山の一つの山。標高は365メートルである。毎年4月25日には文樹祭りが行われており、5月には福井市明日は中学校による文樹山競歩大会が行われる。信仰の山でありながら、住民のハイキングコースとして親しまれ、方々に登り口があり色々なコースが楽しめる。 福井市、鯖江市などの小学校の遠足にもよく選ばれている。片栗筒子や紫斎等、秋には、もみじ狩りなど自然が豊かであり、登山道からは奥、越山海の上に、白山も見え、福井平野も一望できる。なお、この山にはこの他に、体内線、新宮松、京岩などの遺跡がある。その昔には、大村地区の両言寺境内に属していたが、養老元年に、 大将大師が解散し、多くの信徒で賑わっていた。文樹山の名は、昔から著名で、越前後山の一つとして、また各原地区からの眺めが、富士山に似ているというので、別名、格言富士としてあがめられてきた。また、西行が当時を安略した際、腰に来て、富士と八重はうん、隅源の文樹が竹の雲の明けぼのと呼んだ。現在、山上の本堂には、 文殊尻菩薩を、奥の陰道には、聖観禅音菩薩を、室道には、阿弥陀如来像が安置されており、王子の名残をとどめてある。福井平野を望む山頂への登山口は、主に、四方国、美内、大正寺、大村、二条、隅原の六本で、登山道は、整備されており、サバ方面に重走しても、約2時間30分ほどで登れる。国土地理院地図閲覧。 2011年5月27日、閲覧、ありがとうございます。